どうも、このまるです。きーたろです。今日は、ビバースマガジンの桜の記事が面白かったので、そちらの話をしていきます。ルセラフィム、アンフォーギブン、カムバックインタビューで、桜のね、インタビューがあるんだけど、私にとっては全ての瞬間が青春ですっていう記事のタイトルで、うん。マジでめっちゃいい記事だったね。いや、そうなの。やっぱさ、うちらなんか知らんけど、桜は勝手に遠い親戚だと思っとる節あるから、本当に。まあでも、多分元々48オタクでさ、別に私、うちら48にがっつり追ってたわけじゃないけど、桜のこと。でもなんかそういう親しみみたいなのがずっとあるじゃん。うん、そうだね。わかるわかる。でもこれ結構みんなあると思うね。48オタは。うん。いや、あると思う。やっぱ桜、やっぱ目立つ存在だったし、やっぱすごかったから、当時から。いや、そうそう、道を開けろよってね。ね、トゥッティッティじゃん、それ。一瞬やっとくかね、マジでこれ。そうそうそう。いや、そうだね。え、じゃあもうこれ、先言っていい？もう最後のさ、オチみたいなとこ言うけどさ、なんか、うん、なんか桜いろんないい答え、いい受け答えしてるなって思うんだけど、マジ一番好きだったんが、桜さんが過去に戻れるとしたら、どの瞬間に戻りたいですかっていう問いに対して、桜が今までした選択のうち一つでも変わったら今の私は消えてしまいますよね。ですので戻らなくても大丈夫ですっていう。これで終わりなんで。と思って。ガッてなったの。腐ってなったの。やばいよね。いや、てかさ、桜ってやっぱ昔から言葉選びとかも上手だったじゃん、ブログとかも。うん。うん、やっぱり、これやばいね。こんな刺さる言葉ある？そうなん、うん。だってさ、なんか、よくありがちなのが、昔から応援してる、うん、昔から小さい子がやってて、昔から応援してる人たちに対して、実はあの時あれがすごい嫌だったんです。うん、握手が嫌だったんです。とかいう人たちも結構まあいるじゃん。まあまあ。そうだね。なんか、まあそれ別にそう思ってたとしてもさ、言わないでほしいわけよ。やっぱりオタクというか、ね、うちら的には。確かに。当時をちょっと否定された気持ちになっちゃうもんね、ファン的には。そうそうそう。なんかその当時を否定した、された気になるから、なんか桜が、うん、まあファンのこと言わないにしても、例えばあの時の自分がすごい嫌だったとか、なんかそのとこちょっと消したいとかさ、うん、ちょっと後悔してるとか、もし言われたとしたら、あの時応援してた自分もなんか否定された気が勝手にね、してしまって、うん、なんかちょっと切ない気持ちになるなって思うんだけど、多分絶対そういうのも分かった上での答えじゃん、桜は。そうだね。確かに、この子はそういうことまで考えられる子だもんね。知らんけどね。うちら誰って感じか知らんけど、桜のなんか頭の良さならきっと、そういうことにすると傷つく人がいるだろうから、だし、うん、自分も多分傷つくかもしれないから、こういう答えっていう感じなんだろうなと思って、わー、なんか、うん、なんか桜の聡明さとか、なんか優しさとか、そういうのも感じれてめちゃくちゃいい答えだなと思って。確かにそうだね。いや、これは刺さったね。なんかわかんけど、うん、泣きそうだもん今私。オタクな48の代表みたいな感じで申し訳ない。そんなことないんだけど、うん、いやでもそうだね。さくらにはやっぱいろいろね重ね合わせちゃうよね。いやそうそうそう、いいよね。うん。でさ、いや僕もねすごくいいなと思った箇所があって、あのインタビュアーさんが、普段から人が一番怖いとおっしゃってますが、さくらさんは人に対する愛情を変わらず持ちたいと思ってるようですよねみたいな。でそれに対してさくらが、人を愛するのは実は私も愛されたいからです、私の職業は人に接する仕事ですし、愛されようとするなら愛さなければならないと思っているのでっていうところ、うんうん、相手に取った態度が私に同じように返ってきますからっていうのがすごく好きで、うん、やっぱさ、もうこのね立場、まあ、アイドルだしすごく人気者とか有名人だからさ、やっぱりいろんなこと言われることも多いと思うんだけど、でもやっぱり愛されたいと思うなら、まずは私が愛すっていうそのスタンス。まあ、ね、聞くこともあるフレーズではあるけど、ね、なかなか実行できないなと思って。いいなと思って。そうだね。桜は確かに実行してそうだよね。うん。いや、そうな。わかる。桜、名言メーカーだからね。本当に。うん。そうだね。だから、まあ、今やってるさ、番組とかでいろんな分野の方とさ、お会いするみたいな話もしてるんだけど、まあ、普段ね、仕事してるときは、そういった人たちのお話を聞く機会がほとんどないから、なんかどういう、あの人の考え、どういう考えなのかな、みたいな。どんな時間を経て、ここにいらしたのかな、みたいなことを知りたくて、会話してるうちに、人に対する愛情が生まれていくって言ってて。だから、なんだろう、やっぱ興味を持ったりとか、人に対して、なんか、その人の背景とかを知ろうとするうちに、どんどん愛情が生まれてくる。それがイコール人を愛するってことなんだな、と思ったら、なんか自然とそうやってやっぱできてるんだなっていう、なんか関心？うんうん、そうだね。ねえ、なんか人間的にすごすぎてさ、なんかね、うん、
いやー、さくら多分やっぱアイドルやりながら人生何回か多分巡り巡っとるんやと思うんだけど、もうなんか、もうすごい年齢重ねてるみたいな人の思考になってんだろうね。そうだね。いや、本当に、だから、すごいよね。人のさ、人生の何周分かをさ、あの、一回の人生でやってる感じだもんね。うん。うん、ねえ、なんか受けたことない、すごい強いストレスも受けたり、うん、その逆もそうじゃんね。すごい喜びとか、華々しい世界も見たりみたいな。うん。うん、すごそうだけど。でもなんかさ、結局さくらが自分を持ってるから、まあ、うちらは安心して見れるみたいなとこあるしさ。あ、そうだね。いや、それはめちゃわかるわ。ねえ、あの子どうなん、どうなるんだろうっていうのがあんまりないじゃん。さくら自身はもちろん不安だとしてもさ。うん。なんかそういうのなくていいよね。あ、その話で言ったら特に最初の方とかもそうじゃない？あの、3度目のデビューのために韓国の空港に到着した時、もう逃げる道はないという心境だったと話してましたがっていうさ、ところとかもさ、うん、あ、そうだったそうだったとか思い出したしさ。うん。いや、わかる。確かに、ね。なんか、我々もさ、見てる我々ももうワクワクでしかなかったよね。うんうん。うん。不安っていうよりか、あ、桜行ったら行ったらみたいな、なんか桜なら大丈夫みたいなさ、うん、やっぱ、うんうん、そういうなんか確信みたいのはあったよね。あったあった。うん、そう。でもまあ、でもまあ、それと同時に桜自身は意外と不安だったりしたっていうのはなんかすごい。うん。ね、なんか人間味も感じるし、でもまあ大丈夫だよってつい思っちゃうオタク。気がする。わかる。申し訳ない。そう。ね、確かに。で、そこがやっぱ桜の等身大っていうか、やっぱ自分をさ、過信しないところ、いや自信はある程度あるとは思うけど、うん、でも、ね、やっぱ不安もあるっていうところが人間らしいっていうか、やっぱそこが桜の魅力でもあるよね。うん、確かに。なんかさ、その、なんかルセラフィムとして活動して1年経ちましたっていうやつに対してさ、そのアンチフラジャイルの練習の時もさ、今回の曲うまくいかなかったら私たちは本当に行く道がないという気持ちで一生懸命準備したっていうのを聞いて、いや、マジでってなったよね。なんかさ、そんなさ、こう、なんだろう、そういう気持ちで練習してるんだと思って、なんか覚悟違いすぎてすごいなと思って。いや、そうだね。いや、確かに俺もね、ここすごいなと思った。ね。やっぱそうだね。やっぱデビュー曲ってやっぱさ、まあ良くも悪くも絶対注目はされるけど、やっぱ2曲目 ?2 枚目っていうのは、しかもあの時さ、ほんと余者すごかったじゃん。今もすごいけど、うん、やっぱ余者の戦争みたいな言われてたじゃん。うんうん、どんどん新しいグループが出てきて勢いもあって、みたいなところで、やっぱアンチフラジャイルだから、やっぱ本人たちもすごい覚悟っていうか、まああれだったんだろうね。ね。でもさ、でもさ、辛くありませんでしたなんよ、実は。すごない？いや、強っ。なんか、苦労した甲斐がありましたっていう。うん、だって年末のステージ、ほとんど寝ずに毎日練習してたとかさ、もう過酷でしかなくて、やばーと思ってさ。すごい、だってマネージャーの方たち、チームの人たちが、もう帰りましょうよって、ね、練習室に来たぐらいだって言ってるね。うん、うん、うん、そうなん。いや、確かにね。あ、で、で、それに続いてさ、昨年末のさ、その年末のステージ、いわゆる、とかの話も結構してくれてるけど、うん、なんか、やっぱ結構桜が目立つソロダンスのところもあったり、まあ、そもそもあの、MMA がすごい良かったりとかさ、うん。なんかいろいろそこら辺の話してて、なんかこの、ここの会話はさ、結構桜が本当に今のステージに自信があるっていう、自信がやっとついてきた。ルセラフィムとしてのパフォーマンスも自信がついてきたっていうような話だから、なんかほんと感慨深くて、もちろんさ、パフォーマンスはもうずっとアイズワンの時から、すごいどんどん良くなったねって気持ちなんだけど、そこよりもどんどん良くなっていくから、なんか、懐かしいよね。あの、願い事の持ち腐れとか、懐かしくてさ、いや、もう、そんなことになると思わんかったから、あの時は。すごいな、と思って。そうだね。確かに、あれ、操り人形みたいな振りだったよね。たーら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 ーみたいな。全然、あの時も可愛いし、ね、桜、あの時絶対精一杯やってくれてて、うん、うちらもすごい楽しく見とったんだけど、うん、多分今こう比較してみたらすごい、本当に上手くなったねってなると思うわ。いやそうだね。いや確かに、でも本当に桜のこのインタビューから、なんか自信があるっていうか、やっぱ誇りがあるんだなっていうのが伝わってくるよね。うん。うん。やっぱ、もちろん自分たちの中の、自分たちの中での揺るがないものもあるだろうし、例えばさ、そう、J-Hope 先輩とか、サイ先輩も褒めてくださったみたいな、そういうさ、うん、外からの、そういう言葉もあるだろうし、うんうん、すごい人から褒められてるよ。そう。レジェンド。生きる伝説から褒められとるんで。そう。そうなん。いや、そんな自信でしかないよね。しかも J-Hope 先輩って BTS の中でもやっぱダンスの方だからさ、そパフォーマンス多分厳しい方なんでしょう、うん、多分。わかんないけど、厳しいっていうか、なんかすごいみたいなイメージがあるから、そういう方に褒めてもらえるとなんかうわーって思うよね。そうだね。で、ちなみに桜はさ、私よくやったなっていう感じだしさ、瞬間のステージがさ、MMA のメロンミュージックアワーズのやつ。
うん。これね、これさ、ほんとレジェンドだったよね。レジェンドステージだったよね、あれね。いやー、これめっちゃ良かったもんね。いや、私もルセラフィム、やっぱ年末いくつか見てたけど、あれが私も一番好きで。うん。なんか、ダンスもすごいし、構成もすごいし、なんか全部良かったよね、あれね。いや、あれ、めちゃくちゃすごかった。すごかったもん。すごかったもんね。うん。いや、だからほんと桜自身もすごい何回も見返す映像って言ってるもんね。うん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 。で、あとさ、イブ、プシュ系、青ひげの妻のさ、ね、実はあれ、青ひげの妻で会っとるらしいよ、マジで。会っとったんだ。うん。まあまあ、そう置いといて。なんか、それのパフォーマンスとかについてもさ、まあ、質問インタビューで質問されてたりするじゃん。なんか、やっぱ、あれ自体は実は結構難しいやつなんだね。もちろんさ、全部難しいとは、ルセラフィム全部難しいと思うんだけど、ね、桜曰くテクニック的に難しいパフォーマンスで、ほんとメンバー同士の中でもやっぱ一番難しいって話してたっていう曲。うん。らしくて、ね、カズハとさ、そのステップだけ1時間休まず練習したとかさ、もう、嫌じゃない。もう自主的じゃないとやらんよね、1時間って。そうだね。翌日ほとんど歩くことさえできないくらいだったって言ってるね。うん。でもなんかさ、どんどん自信ついてるから、実力もついてるからさ、うん。なんか今はルスレフィムのステージに対する確信が生まれました。私たちがルスレフィムです。私たちのステージ見てるよねっていうマインドでっていう。なんかかっこいいね。うわー、やば、めっちゃいいね。てか、いやだから、そうだね、もう揺るがないものがちゃんとあるんだね、もう。うん。でもそれもやっぱりその年末のステージを準備するうちに、まあ、そのやっぱどんどん力もついてっていうことだから、やっぱりそういう経験を経ての今っていうことだよね。でもさ、年末ステージってマジで大変そうじゃない、うん、だってさ、うん、結構構成も変わるし、そのための、その年末ステージだけのパフォーマンスみたいなのがいっぱいあるじゃんね。そうだね。なんかもうアレンジとかバージョンとか前後ね、曲の前後とかも全然違うもんね。いや、そうそう。もう頭こんがらがりそうと思ってさ。いや、確かに。ね、立ち位置とか間違えたりとかさ。全然ありそうじゃない、うん、すごい。全然ある。うん、すごいよね。うんね、しかも一個一個が本当コンサートライブみたいにすごいものだからね。うん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 、そうなんそうなん。で、あと印象的だったのが、そのインタビュアーさんが今回のアルバムの核となるメッセージが We don't have to be forgiven じゃないですかって、で、この業界で長く活動してきた人が許される必要がないというメッセージを言うことも意味が大きいと思いますって言ったところに対して、さくらが誰にでも一面だけで評価されて誤解される経験ってあるじゃないですか。私は私でただ生きてきたのに、そんな私を勘違いして誤解していた人が突然一面だけを見て、思っているいいねということがあります。小さな行動一つだけを見て褒めていたのが、また別のことで悪く言ったりもしますしっていう。で、そういう人たちに許されようと一生懸命生きているわけではないのに、なんで急に許してくれるのと思ったことがありました。それで、Unforgiven というテーマを聞いたとき、本当に私たちの話だと思いました。私の前には私のことを好きでいてくれるピオナもいて、一緒に走っていこうと手を取るメンバーたちもいて、力になってくれるスタッフの人たちもいます。私たちをあるがままに見てくれる人たちと一緒に歩んでいきたいですっていうところがやっぱすごいね。あー、もう呼んでくれてありがとう、まず。長い、長いとかありがとう。でもここマジでいいよね。うんうん。いや、そうだね。もう、なんなら手のひら返しみたいなことだよね。やっぱ世の中の。うん。なんか一面でね、あだこうだ言ってくる。うん。気をつけます。気をつけます。私たち気をつけます。そうだね。やっぱり物事ってやっぱいろんな面から見なきゃ分かんないことも多いもんね。中に入り込まないとね。まあ、特に、その人に対しての評価ってさ、やっぱ一番難しいしさ、実は、なんか、繊細なものというかさ、なんかね。うん、あんま単純に言っちゃいけないもんなんだろうけど、うん、なんか意外と桜見てたりするっていうのこういうのでわかるしさ。そうだね。なんか気をつけようとも思ったし、まあそうだよねっていうすごい、なんか共感もできるしみたいな。そうだね。なんか確かに自分にもなんか置き換えられるよね、我々にも。そっかそっか。いや、すごいね。だって思ったりいいねとかさ、なんで急に許してくれるのみたいな。うん、確かに、やっぱそういう世の中の評価とか、そういう声とかみたいなのも、やっぱもう、想像以上にやっぱ届いてるし、分かってるんだね。うん。確かに、思ったよりいいねって、思ったよりいらないもんね。いや、全然いらない。全然いらない。いらないよね。いいねだけでいいじゃんってなるよね。マジで。いや、そう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 。しかも別にそういう人たちのためにやってるわけじゃないのに、なんか急にさ、ね、なんかそういう、なんかちょっといいねとか言ってくれたりして、なんかなんで急に許してくれるのみたいな。わかる。なんかさ、ごめん、あと関係ないけど、実はあの時私あまり好きじゃなかったんですけど、今好きになりましたとかいうパターンの場合ってさ、その、実はのとこ絶対いらんくないと思う。いや、いらん、いらん、いらん、わかるわかる。
結構そういう分って見たりするよね、たまに。誰に対してか分からんけど。うん。あー、てか世の中にはそういうの多いよね。いらない。その、うん、そのなんかネガティブな要素だったら、じゃあいらないよって思っちゃうよね。うん。今だけでいい。今を見て評価してくれればっていうか、なんか、今の感情だけでいいじゃんってなるね。いや、そう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 。うん、いらない情報くいいよって感じになっちゃうよね。ね、誰に対してうちら怒ってんの、うん、いや、だから本当に、まあ、表に出るステージに立つ人だからこそ、やっぱそういうのもさ、やっぱりね、繊細に感じちゃうところもあると思うんだけど、でもやっぱり、桜は、もうピオナファンの方とか、メンバー、スタッフの方たち、まあ、そういう人たちがいるから、そういう人たちと一緒に歩んでいきたいって言ってるから、やっぱそういう、まあ、雑音とかさ、やっぱそういうね、人たちの、あれも気にはなるだろうけど、割ともう、割り切ってるみたいなところはあるのかね。いや、もう達観してるよ。もう千人みたいな感じだよ。だから。本当に。そうだよね。考え方がもう大人すぎてさ、すごいよね。うん。いや、大人。いや、マジでハッとさせられる部分、我々ね、このファンにとってもそういう部分、そういう文章が多いね、桜は。そうそうそう。え、あとね、その次のとこのインタビューもすごい好きで、なんかこの業界に長い間携わってきた人として、アイドルが率直な姿を見せづらい社会的な雰囲気に対する悩みもありましたかっていうのに、その実際すべての感情を表現するのはステージの上でのみ可能だと思っています。っていうところが結構好きかな。なんかちゃんとアイドルの仕事をすごい理解してるのがすごいなと思って、なんかふわっとじゃなくてちゃんと分かってる感じがすごくここのさインタビューですごい伝わってきてさ、例えば疲れたからといって笑わないとかさ、個人的な感情が前面に出るのはダメだと思ってるっていうところとかさ、うん、うん、なんかそこもすごい好きだし、そのプロ意識がすごい高い感じが、そうだね、うん、アイドルだけじゃなく他の職業の方々もいくら辛くて笑わなければならない瞬間があるじゃないですかっていう、ですので私の仕事は笑ってなければならない職業だと思いますし、本当の自分の姿と感情を見せる時間はステージの上にいる時だと思っていますっていう、なんか そこに気づけてる感じがね、うん、すごいなっていう、うん、確かに、なんか桜ならではかもしれないね。なんかあの48ってさ、結構ドキュメンタリー要素が強いから、なんか全ての状況を見せられるじゃん。もうどんな状況でもカメラが横にいて、うん、喜怒哀楽全てさ我々に届けてくれたりしてたけど、なんかそれもそれで良さだとは思うんだけど、なんかやっぱり結局はステージの上でのみ可能って言ってるからさ、さくらは感情を表現するのはね、うんうんうん、だからやっぱそういうのを経てやっぱそう気づいたんかな。あー、確かに桜って確かに、私ごめん HKT のドキュメンタリー見てないんだよね。見た？あ、見たと思う。うん、見てないんだよ私、うん、でも桜はそういうさカメラの前で結構あらわにしてた。まあでも当時は割としてたっていうか、もうね、どんな状況でもやっぱカメラが横にいちゃうからっていうのもあると思うけど、そういう風なさ側面が多かったから、大きかったから、うん、うん、割と出してたと思うんだけど、なんて言うんだろう、でもやっぱりアイズワンとかいろいろ経てこういう思考になったんかなって思ったよね、ちょっと。なあ、確かに。まあそこまで密着されることもまあそこまでないだろうしね、今。うん。うん。まああるかもしんないけど、うん、もしかしたら結構今大人だし、やっぱ意識してるとこあるかもね。うん。やっぱ韓国はその家庭よりもその出来上がったもので評価されるって感じだから、やっぱステージが全てっていうのはやっぱ強いもんね。確かに。いやー。ほんと桜って韓国 K-POP アイドル見とったんだね。そう思ったら。そうだね。まあ、日本は日本でね、まあ、特に48は一緒に見守っていく、一緒に成長していくみたいなのが良さではあったけど、やっぱり韓国とやっぱ違うから、やっぱ桜は今やっぱもう韓国マインドって感じだよね。そうだね。そこのフィット、そこへのフィットがすごい今できてる感じなのかな。そうそう。だから覚悟がやっぱすごいよね。で、さらにね、もうほんと桜全部いいからさ、まだ好きなとこあるんだけど、私と同じ炎を持った者がいるということをっていう、バーンザブリッジでの桜さんのナレーションが思い出されますねっていうさ、そこの話すごい好きで、このメンバーとのさ、うん、関係性というかさ、うん、なんかそこの話がめっちゃ良くて、なんか、このバーンザブリッジの撮影のとことかかな？で、主語が私たちに変わって、今まではなんか私とかそういう言葉ばっかりだったけど、そこのバーンザブリッジで主語が私たちに変わって、一緒に走っていくメンバーたちができて、希望のある言葉が増えましたって。強くなって心強くなった感じです。で、やっぱその実際その、ね、撮影してる時も、傷を負った状態で最初に登場するシーンでは、メンバーたちに会う前に一人で活動していると想像しながら表現しましたっていう。すでにとてもたくさん傷を負って何の感情も感じられなくなって痛くもなく自分を諦めてしまったけど、アイドルだから微笑んでるそんな感じでっていう。でもさ、でもその後メンバーたちと会って手を取って一緒に走るシーンはまるで映画のようっていう。なんか、うん、そう、なんか周りに
こう仲間ができたんだっていう表現なんだと思ったらさ、なんかこのやつを聞いてから見たら多分私泣くよ。マジで。やば。ちょっとこの収録終わったらもうすぐ見るわ。ねえ。感動的なやつだから、やばーみたいな。しかも今まで私が出た映像の中で今回トレーラーが一番好きな映像になりましたって言ってるね。いや、そう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 。そっか。もうだから、ルセラフィンがもう自分の人生を表現する場みたいになってるよね、桜の。で、あとさ、ごめん、でもこれ最後なんだけど、うちら的にはやっぱ夢でキスミの話してるのはすごい好きで。確かに。そこちょっと不意打ちだったわ、それ。そう。あの、ファンミでね、誕生日迎えて、その夢でキスミ、夢バタス一緒に歌ってましたっていうやつでさ、今までの成長を振り返ってみると、どんな気持ちですかっていう問いに対して、前だけを見て夢を叶えようと努力する時間が青春だと思います。ですので、私にとっては全ての瞬間が青春ですし、私の青春は終わらないでしょう。夢でキスミを歌ってた時も青春でしたし、私たちを見ているピオナも青春で、ルセラフィムとしての今も青春で、アイドル生活が終わっても青春は続くでしょう。でも何かのために燃え上がれる時間は人生で長くはありません。いつも一生懸命生きていくことはできますが、時間が経つほど恐れも傷も多くなるので、その濃度は違うだろうと思うからこそ、すべての青春を記憶していたいです。辛い瞬間までもっていう。小説小説ってなった。いい言葉。文学だね、もうね。いやもう、なんか力もこうもらえるようなさ、言葉だし。そうだね。なんかね。夢でキスミ歌ってた時も青春でしたしで、私はもうグッときとるよ、すでに。確かに。だから本当それさ、一番最初にさ、この丸も言ってたけど、やっぱ過去を否定してない。すべての青春、すべての時間が青春だし、すべての時間を肯定している。だからこそ今の桜があるっていうのがやっぱわかるよね。ね、夢でキスミでね。だってさ、久々の劇場公演でさ、なんかどういう曲来るんだろうって言ってさ、で、桜がさ、ソロでさ、曲もらってて、夢でキスミ歌ってたあの時思い出すよね。確かに。MT に捧ぐだっけ？MT に捧ぐだよ。チーム A の。いやー、そうだね。いやー、確かに。すごいね、うん。あのね、あれも結構さ、48とかしたらかなり華々しいやつじゃん。ソロ曲公演でもらえるなんてやっぱすごい、すごい人だからこそもらえるやつじゃんね。しかも桜兼任メンバーだったもんね。そうそうそう。兼任メンバーでもらえるっていうのもやっぱね、それだけすごいことだから、伝わるかわからんけど。ね。なんかね、そう、あの時もやっぱ青春って感じてくれて嬉しいっていう。いやーわかる。すごい嬉しい。あったかい気持ちになったわ。ね。で、以上でね、今回は、リバースマガジンの桜の、私にとっては全ての瞬間が青春ですっていう記事について、インタビュー記事について話してったけど、いやなんかほんと、小説を見た後、映画を見た後のような気持ちになったね。ねえ、こんな言葉に力があるアイドルってね、なかなかいないっていうか、なんかだからこそ桜っていう感じでめちゃいいね。うん、そうだね。なんか誇りだよね。うん。まあ、だからさ、桜とルセラフィムのこれからが楽しみだよね。そうだね。